疲れです。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。喋れてないなこれ。ちょっとハンディ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日ね、まあ今朝まだ9時45分で俺さ、まあ大体会社おるもんな。午前中っていうか10時ぐらいから撮影いつも行くんですけど、はい、まあ朝ちょこっといろいろメールチェックしたりとかいろんなことやるんですけど、ちょっとさ緊急なことが起きて、社員のちゃんに出て待ってんですよ。はい、でまあちょっと顔は出せないんでちょっとあれですけど、いろいろちょっとね、視聴者から、まあ、ストーキングだよね。もうその域だと思います。だよね、はい、めっちゃ緊張しよりゃめっちゃ緊張しよりゃその域だと思いますみたいな。まためちゃくちゃ可愛いからね、顔出してほしいけどね。でもちょっともう一回説明してくれ、はい、一応なんか電話がかかってきて、うん、まあ、YouTube のファンっていう風でかかってきて、まあ、内容としては社長に会いたい、うんうん、仕事の相談がしたいっていう内容の仕事の相談がしたい。ちょっと緊張してちょっと早口で言ってるよ、はい、いつもの、うん、ね、かわいいことが出てない、はい、緊張でダメだダメだ、全然大丈夫ですか。ちょっと笑って、ちょっともう一回力抜いたからそう、やばいね、はい、そいつね、やば、結構やばかったです、うん、何度か電話かかってくるの。いや、その時は1回だけで、まあ、でも内容が結構やばいなっていう、うん、そう、脅しじゃないよって本人言うんですけど、うん、まあ、内容としてはもう本当に脅しに近いような。マジ、はい、そう、まあ、社長の家行くとか、うん、会社の前で何日も待ち伏せするとか、うん、まあ、その YouTube でよく会社の前で何日も待ち伏せする、はい、それは何、どうやって、あの最初、まあ、普通うちの会社ってさ、はい、まあ、視聴者さんから結構電話かかってくるじゃん、はい、でかかってきた時にどうやって対応するの。いつもは、まあ、基本的におつなぎはできないっていうのと、うん、あ、申し訳ございませんが、はいはい、まあ、いっぱいたくさんの人からかかってくるんで、うん、そうですね、うんうんうんそうですね、うん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 、そうなんですよ、さて対応しておりますみたいなめっちゃ緊張してるやん、なんか顔赤くなった、顔がめっちゃ赤くなったのもんね、俺が恥ずかしく、もう目もさ、なんかもうめっちゃ緊張、はい、そうなんですね、はい、そうやって対応しておりますいや、目もめちゃめちゃ嫌いになってるでしょでも言われるほどダメです、そうそう、いや、もう全然もうあのカメラ全然普通でいいよ、全然気にしんで、いや、やべえわ、ね、で、まあ、はい、結局はそうやって電話かかってきて、はい、まあ、普通にね、まあ、申し訳ございませんけどって、まあ、そのね、うん、電話しょっちゅう出るとね、はい、俺も困るで、まあ、断ってもらうんだね、はい、ただしインスタかメールの方だったらいいですよみたいな感じで対応しとんだよね、はい、ちゃんと、はい、その人にもそれは伝えたんだ。伝えました。だってどうやってちょっとやってみてくれやるか、うん、あ、もしもし、ありますか、ちょっと私ね YouTube 見て電話したんですけど、はいはい、ね、ちょっと社長に会いたいんだよねもういい、大丈夫大丈夫、もう勘弁してくれ、やめましょうかって泣くかもしれない、なんかちょっと涙出てきた、もう涙出てきた涙目になってきた、辛くてで結局、まあ、そうやって電話かかってきて、で一応おつなぎすることできないって言って、うん、直接お会いしていただくのも難しいっていうのを説明したんですけど、うんうんうん、まあ、そのお客さん的には、お客さんっていうか、その電話かけてくれてファンの方的には、まあ、そのこうやってわざわざ電話も入れて、まあ、アポを取りたいっていうふうに連絡も入れて筋を通してるから、そこはどうにかならないかっていうふうで、でもやっぱりこっちとしてはやっぱそういうことしてると社長も忙しいので難しいじゃないですか、っていうのはまあ何回か説明したんですけど、まあ、だったらもう、まあ、会社の住所もやっぱ載せてるじゃないですか、なんで会社の前で 何日か待ち伏せするしかないみたいな、マジでとかまあ YouTube よくご覧くださってるようで、まあ、そのご飯屋さんの風景とかもよく映るじゃないですか、なんでそのまあご飯屋さんにもうまあ大体、はい、分かるから、調べれば分かるから、はいはい、行くよとか、まあ、そういった内容の、結構脅しに近いような、脅しだよね、はい、うんと、何て言ったのそれ、エコエコビームで、ビームですー
いんだろ。なそれは何ですか。これコピーの。ピッ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 ピでもなんか3年間ぐらい塗装の仕事もしてる方みたいで、うんまあ、こっちのちょっと関係の建設系のお仕事も、うん、あ仕事、はい、じゃあ仕事の紹介とあのよく連絡くれるのはインスタとかにあの仕事をちょっとやってほしいとかああいうのはだってあの皆さんそのインスタに送ってくれればそういう、ねまあ、ある程度質問とかも答えとるんだけどインスタとかに入ってきたらねその、まあ、こういうことで悩んどるとかもインスタでは回答してんだけどうん、まあでもそんな感じじゃないね。そうですね。仕事を依頼したいとか、はいはい、そんな感じではなかったですね。うん、知り合いの人。でも社長の少し上っておっしゃってました。だって40が4だもんで、6、7とか8ぐらい。そんな感じ。ねはい、だいぶでも、まあ、熱狂的なファンとかじゃないよね。別になんかなんだろうね。喋りやすそうなのかな、俺。怒ってほしいのか俺ぶち切れてほしいてめえが一生懸命でもなんかちょっとでもいいから関わりたい感じはありましたはい。そう、なんで女の子が絡んでこんなのね俺あーしか絡んでこんだけどでもすごいですよねそんな男の人が多いよねそうです男の人が多いですねはい。じゃあちょっと確かにでも嬉しそうじゃんそこだけそこだけなんか緊張してないじゃんもうずっと心臓がバクバクいってます今もだいぶいいでしょもういやいやもういいでしょもう大丈夫もうこの辺なんか使わんみたいなもんもう使わほとんど使わどうせ1分か2分かなんか3分、ね、5分ぐらいか15分か20分か15分ぐらいしか使わんもんねもうですねでも緊張しちゃうもんねで何また電話するわみたいなで結局、まあ、こういう話があったっていうのは社長に私の方から伝えますとは伝えて、うん、でまあそのどういった結果だったかっていうのを折り返す、うん、この日までにっていう、いや折り返しはもう絶対断っていいよあ断っていいですかこれからもうそういうことはもう一切、はい、もう申し訳ございませんけどって、はい、断らないし、うんうん、でいたずらにはもうかかってくるじゃん、うんうん、ロキショがどうとかこうとか、はい、とかさうんまあ、いろんなことかかってくるじゃん、うんまあ、相手知ったらあかんってことはないけど、うん、相手しやいいけど、はいまあ、その適正な対応が、まあはい、こちらからその折り返しとかそういうのはもう今対応してませんって言って、はいまあ、ご質問などあれば社長のインスタないし、うんはい、あのメール YouTube にメールも貼ってあるからさ、はいはいはい、その、まあ、YouTube 用の、はい、そこで案件とかも来るんだ仕事がね、はい、の相談とか、はいまあうん、そこに連絡してくれや対応するもんで、うんうんうん、もう折り返しは死んでいいと思うけどね、はい、まあこれその人多分ね熱狂的なファンだったらこの動画見てると思うんで、まあ、その相談とか、まあ、一切受け付けてませんけどその、まあ、テキストでくれや、まあ、タイミング見て、まあ、なかなか俺も最近一切開いてないけど、まあ、最近ちょっと頑張って投稿もしようじゃん、はい、そういう時にはちょっと、まあ、時間がある時に答えるようにしようんでちょっとまあこの動画を持ってちょっとね何さんかわからん何さんさんっていう方にはちょっとね電話しませんのであのね、また本当こっちに本当にしつこく電話かけてくれたら、まあ、俺らももう警察とかに相談していくしかないから、うんまあ、相談していくし、まあ、着信拒否なりなんなりしてっちゃうけど、まあ、別に嫌いとかもうない別になんで俺のこと嫌いなんだとかなんかとか言う人もおるけど嫌いとか好きもないよね会ったことない人だもんねそうですねそうそうだからまあそれに対応していくと自分もやっぱ他の電話の対応とかね少ない人数でうちの会社がね頑張ってやってくれてるからまあ、その仕事が遅れるし俺もそうだよね自分でやることがあるからなかなか対応できないんで申し訳ないですけどあの声かけてくれるのは本当すごい嬉しいことなんですけどあのまあそんな感じにしてくださいよそんな感じでねまあその自分も怖がっちゃうねだから本当にやめてほしいなそういうことは、うん、まあ本当ちゃんとした電話だったらいいと思うんだけど仕事の依頼がしたいとかね内容がはっきりしてまあ、あのインスタの方に連絡するけどちょっと返信なかったから社長の方にちょっと伝えておいてとか、うん、そういう電話だったらいいと思うんだわ、うん、だけどそれがね過剰になっちゃってファンですってあのはっきり言ってうちは迷惑だから、
うん、迷惑なことは信用しに、本当にファンで応援してくれてるって気持ちがあるならやめてほしい。で、あ、この乗り換え乗車が鬱陶しいなと思って、迷惑かけたいなと思って電話してくるんだ俺に迷惑がかかってないから、ジムから聞くだけだから。ジムがもうノイローゼになっちゃうっていうかさ、ストレスを抱えちゃうわけじゃん、うん、だからそういう対応だけはちょっとね、やっぱこれまあまあ再生されてるもんさ、来ると思うわそれしょっちゅう、まあ、それしょうがないけど、まあまあジムもいろいろね、もう対応もマニュアル化ちょっとずつしてっとるから、うん、まあ、申し訳ないけどそのドライな対応になると思うけど、うん、しょうがないよねそれは、はい、うん、で、まあ、今日ので事務職 A さんのもう悲痛の声だわ本当にね。俺にちょっと声が出るのもね、ちょっと本当にちょっとご報告程度ですけどって気まずいじゃん、はい、気まずくはないと思うけど、わざわざね社長がなんか仕事しとるのに声かけていいのかなとかね、はいはい、あると思うんだよね、はい、初デビューだね動画、ついにやらされた。そうですねついにやらされた、ね、あこれ見てねが早くやりたいです。あ、じゃあ終わりましょうか、じゃあ視聴者の皆さん、まあ、今日事務職さん A からの悲痛の声が、ね、届きましたので、まあ、ちょっと緊急で動画回しますけど、またあでイベントが2月の6日、6日にイベントというか、まあ、足場の名刺交換会で、まあ、元受け側と下請け側でも何でもいいけど、まあ、とにかくでも、まあ、個人事業主でもいいから名刺持ってる人が参加条件なんで、うん、で大きい会社の人、ね、ぜひ来てくれたら、まあ、下請けが足りてないとか、まあ、そういうのも来てほしいよね、はい、まあ、社長じゃなくても社員さんとかでもいいん でまた足場班は何人か出席して、そういうところに来てくれよね、そういう人もね。そうですね、なんかあれ、うん、そういうところではね、お酒も飲んで飯も食ってみんなで盛り上がってやろうと思ってますんで、ぜひ参加の方よろしくお願いします。お願いします。また見てね。うまいじゃん、また見てね、なんかうまいじゃん